シフテン運搬と通ずる台北都市運市政府駅2号出口と、統一時代百科台北店への連絡通路、駅改札への通路の交差点シフテン運搬は、台湾台北市新岐区にある中長距離、バスターミナルの名称。市府は台北市政府を意味し、バスの案内状は、市政府、台北市政府と表記される場合もある。台北市の都市再開発地区である、新岐系各区内、 台北市政府大老北側、ただたかあとキールンロの南東角にある敷地面積16,280平方メートルの用地に統一企業及びその参加の統一国際開発講師や統一長商、大使建設4社の子会社である統一開発講師が2004年の使用権獲得後50年間の開発、運営権を保有するボット方式で建設された地下5階 地上31階建て、総床面積144,178平方メートルの超高層ビルの地上階にあるバスターミナルの他は、統一時代百貨と W ホテル台北が進出している。バスターミナルは2010年8月5日に、統一半球は同年10月7日に、W ホテル台北は2011年3月9日に開業した。台北都市運施政府駅や、 誠品書店審議店などが入居する統一国際ビル、市政府大楼とは地下道で直結している。チケット売り場と一通り客服中心構内の7から11キールンロの北駅車線から一方通行の出入用レーンがループ状に内部に伸びている。北側と南側にホームがあり、中央はチケット売り場や IC 乗車カードのカスタマーサービスがある。 北側の早雲駅への連絡口には、コンビニもあり、飲食店やトイレ、待合室は各所に配置されている。台北市宿公舎の路線は、市政府駅路線バスを参照。2009年4月24日13時ごろ、中国関東からの観光客25名を乗せた、観光バスがた田,田高かあ市政府駅付近を走行中、た田,田高かあ5段20地又から、 松高路へ右折するときに皮脂不天運搬屋上から転落したクレーンが直撃する事故があった。31階部分の工事現場で作業員が長さ31メートル、重さ2.7トンのクレーンを使用中に操作ミスと突風の襲来によりバランスを崩して落下、バス車対抗部を直撃した。これにより最後尾付近の座席にいた中国籍の乗客2名が死亡。 4名が負傷した。シフテン運搬供用により周辺交通をスムーズに、すべく、台北市政府公共運輸所は、貫英公社で開業直前の6月より、キールの松高路を経由する11路線の停留所はそのままに、信号機をバスの動きに連動したものへ改良し、天運搬に出入りする長距離バスとともに渋滞を起こさないよう配慮した。ありがとうございます。